皆さんこんにちは。こんにちは。デーブ大久保チャンネルです。本日は秋広選手についてデーブさんにお聞きしたいと思います。ジャイアンツのね、秋広っつって、はい、2メーター70センチあるんだけど、ないよ。2メーター70センチ。まあ本当に大きいの。2メートルありますよ、ね。背がもう2メートルぐらいある。2メートルあるんだ。2メートル何センチみたいな。ちょっと数字は消費カロリーがあまりにもすごくて、はいはい、その毎日の、うん、食べても食べても痩せるっていう。何千カロリーっていう消費しちゃうんです。だからこう代謝もいいから体が大きくならないっていう。はい、だからスタミナがない。横に大きくなる。そう、だんだんみんな大きくなるの。例えば今の阿部監督だって、はい、松井秀喜さんだって、はい、本当に細かったの。だけどどん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 大きくなって、代謝が悪くなるというか、まあ大きくなって、はい、いくんだけど大きくならないのが一つ、うん、で、まあ、去年、はい、原監督が起用してめちゃくちゃ打ったの、うん、でも原監督も横で俺にデブって、はい、あいつ秋広はさ、うん、天才だなって、よく言ったらバットコントローラーも天才だぞって言ってたんだけど、はいはい、俺が思った天才になる秋広の一つとしては、はい、秋広自身は追い込まれてからが強いと思ってる。何言ったらポイント手前にして、はい、こう当てることが上手っていう風に、はい、で選手だと思ってる。それを言ったのが中山ライトという秋広の同級生がいて、すごくいい子がいるの、はい、ガッツマン で、はい、でライトがデーブさん、秋広は追い込まれたら得意なんですよ、持ち味なんですよっていうことを言ったんで、そのヒントに、はい、同級生はいろいろ話して、うん、今の子たち同級生でも仲いい悪いとかない、みんな仲いいから、ああ上でも下でもで、ね、嫌われる子っていないんだよね、あれ、うん、みんな仲いいの、派閥とかもないと思う、仲いい人たちがいるけど派閥にはなんない、だからそれを参考に秋広のバッティングを見てる。確かに初球から行けって言っても、はい、いかないの、なかなかいかないので、僕は追い込まれても出るくらいの感覚があったと思う、うん、ただこっちは、はい、そのアーリーワークとかで投げて、自分がもう必ず秋広投げて、秋広が一番ホームランの数を打ったか、数のノルマを決めるのね、はい、例えば門脇とかだった、門脇選手は、はい、まあ、あの、まあ、小力はあるんだけどホームランバッターじゃ、だ強く振らすために1日10本朝入れたらもう上がっていいよって、ノルマが10本とか、はい、最初は5本から始めたの、はい、でも秋広なんかは、秋広選手なんかはもうノルマが30本みたいな、ホームランを練習で入れたら、はい、終わっていいよ、あっという間に終わる時が多いわけ、カンカン入れんの、その選手が実際に秋広選手の守備はどうか、ファーストは上手よ、こうハンドリングってこうどんどん上手なんだけど、はい、外野はどうかっていうとうまくはないの、普通に守れるか、まあもう本当中の下ぐらい、失礼だけど、俺が一軍監督としては使いましょうって言った時、守備ではさ、最後9回に7、8、9に守備で入れるかって、これはない、必ず守備の人を入れなきゃいけなくなる、秋広外野で使う場合もう一人いるわけ、はい、ファーストに秋広持ってきてとか、うん、打ってくんだけ使えないわけよ、足も速くない、はい、っていうと足も速くないイコール、はい、単打でも単打しか打てない選手はしょうがないよ、はい、だけどホームランが打てんだから、うん、そこを狙わなかったらもったいないでしょっていう、うん、これは原監督とも話して、やっぱり大きいの欲しいよねって、はい、でみんなこうゴジラ2世、松井2世って50番、うん、5番つけさせてさ、はい、最初60番台かなんかだったと思うよ、はい、それを55というすごい期待した数字を渡して、なんかもう、まあ、王さん、長嶋さんという偉大な選手、うん、方々と松井秀喜という人は変わんないよね、はい、もうレジェンドぶりは、その55番っていう番号を、はい、永久欠番でもいいんじゃないかって番号をこう渡してる選手だから、それはもう期待も大きくて、そうですね、だけどその、まあ、初球から打とうって言っても平気で見送る、はい、あ、また見送ったよみたいな、しかもまっすぐ来るぞって言ってんのに、うん、なんでかなってのは俺にはあったの。ただ追い込まれ、その後2球目ポンとファールって、はい、でさ、ゴルフ、これプロゴルファーもやってんだけど、素人のアマチュアの人も2回連続 OB って打つのね、プロもアマチュアもっていうか、アマチュアは打つ、うん、プロも2球連続打つ時もあるわけ、3球って、はい、プロももちろんほぼない、まあないね、うん、3発連続なんて、はい、だけどアマチュアの人も3発連続 OB ってほとんどないの、はい、っていうことは1回振ってファール、はい、2回振って空振りでも振っとけば3回目はなんとか前飛ぶっていう、うん、よっぽどいいピッチャーじゃない限りはなんとか3回目のミスはないっていう、なんとかボールに当てて前飛ばせるっていう、俺はそう思ってバッティングと教えていくんだけど、うん、だから1回見送って次ファール打ったら1回しかミスしてないから、はい、2回目やるわけよ、うん、
だから平気でこう三振したりするんだけど、うん、秋広という選手は去年はそこからボールを拾ってこうヒットを打つっていうことをやるから、はい、だからまあ今あの大谷選手がクリケットのこうバットというかクリケットのこう持って打つという平たい面にして打ってくっていうので調子が上がってるとかって言われているんだけど、はい、そういうぐらいこう丸いもんじゃなくて平たい面で打ってんだな、こう自分で分かってんだ、こうやったらあそこ球飛ぶっていうのがっていうぐらいに感じたんだけど、でその中で去年もキャンプから安倍、はい、まあ、去年は安倍ヘッドコーチ、はい、もうマンツーマンぐらいでついて秋広を育てようとしたわけ、うん、なんなら俺らもうノータッチぐらい秋広に関してはアーリーワークでなんかホームラン打て、はい、お前そういうバッターだっていうのを植え付ける、はい、だけであとは技術はもう安倍ヘッド預かりみたいだった、うん、今の安倍監督が一番見てたと言っていい選手、うん、まあその中に安倍監督も秋広選手に対して結構厳しいことを言ってるコメントもよく出てくるわけ、はい、まあ、あいつは使えないとか、はい、このままだったら上げないっていうことを平気で言ってるようだけど、はい、でもそこは安倍監督が厳しすぎんじゃなくて誤解受けないよ、はい、俺が言っとくと、うん、それだけのコミュニケーションは秋広選手と安倍監督はしてるの、もう去年から、うん、なんだその前からもしてるの、二軍監督時代から、うん、でその中で秋広選手の場合は、うん、はい、例えばそのメニュー練習メニューを忘れて帰っちゃったとか、うん、言い方はどうかも適切かなんかはおおらかなの、危機感っていうものはあんまりない、すごくいい性格の子なわけ、マイペースマイペースだし、その、はい、本当にね明るいし、あ明るいな、明るい、でも人の悪口は言わないし、はい、怒られても落ち込まないし、うん、だからそれがおおらかすぎて、はい、で一回去年のキャンプの時も、はい、必ずやんなきゃいけないメニューを忘れて、あれ秋色買い来ねえなっつって、室内練習場で待ってたの、はい、じゃあなんかホテル帰ってるみたいですよっていう話が入ってきて、マネージャーから、はい、じゃあ秋色に対しての罰は罰金とかね怒ることじゃないって、みんなで待とうって、裏方さんバッティングピッチャーも10人ぐらいいるからマネージャーとか入れると俺らコーチも含めて15人か20人ぐらいもう待ったの、秋色待ちで、優しいんですね。でもそれは選手としてきついわけよ、帰ってきて「てめえ何やったんだ」って怒られた方が楽なんだよね。確かにマネージャーが誰かに連絡して風呂見てこいってなったら、はい、風呂入ってたらしいの。すごい、だってもう練習メニュー終わったと思ってんだから本人は、はい、慌てて帰ってきたんだけど、うん、あの秋広と後で笑い話でさしたんだけど、はい、あの時焦ったろって、うん、あの風呂から飛び出てそのまま服着たの初めてだって、服拭かなかった拭かないです、一応やばいと私ユニフォーム着てきたんだって、うん、そういうのを全部阿部監督も知ってるから、うん、秋それじゃダメだぞっていう、うんうんうん、ところで厳しいコメントをしてるだけであって全然厳しくないというか、はい、秋広もじゃあファームで今落ち込んでやってるか全然そんなことなくて明るく前向きにやってるけど、じゃあ技術的にどうかって言えばちょっと手がこう突っ張りすぎてて、あの2軍の試合のさ映像を見るとなんかこう緩むわけ、打つ時にこう反対性理論ってあるんだけど、こう緩んでりゃ伸びんだけど伸びてりゃ緩むってこう縮むっていう、はい、そういうぐらいかなって思うんだけどさ、だからとにかく秋広選手が去年あんだけやったっていうか、まあ規定打席あと何打席かで、あと1試合立たしておけば規定打席も行ったのね。もちろん原監督もそんなの絶対知ってたと思う俺。でその中でゲームを外して規定打席行かなかったの、はい、でそこまで行くと通常規定打席立たして自信を使わそうと思うんだけど、うん、それをこの秋広選手にやった時に、はい、このおおらかのおおらかすぎる子に、うん、なんかこう安心感を与えない方が、実際に医学でも言われててストレスって大事で、はい、どんなにこう副交感神経にリラックスしてる子でも、うん、交感神経でこう緊張がするのが高い人たち、まあ8割そういう交感神経が高い人なんだけど、はい、普通の人はね、うん、そういう人でもストレスって大事、恐怖と不安を与えておくってものすごい活性化するには大事なんだって、うん、その使い分けが首脳陣がどうするからしいんだけどさ、うん、そうすると秋広選手はおおらかだから、はい、そういうストレスを与えてなんとか秋広選手がいい状態にこう高い状態で交感神経効果が上がるようなのが今の阿部監督の指導方法っていうところだから、うん、だからまあ、はい、秋広選手もどうにかもう自分が変わんないと危機感持って待っという間に練習過ぎていくから、そうですね、あっという間にで今度は必ず、はい、今本当にみんなで頑張って、うん、あのジャイアンツも高1位につけてる、はい、今2位かな、今2位につけてるから、はい、うん、ここでなかなか勝てない時期も どのチームも出てくる、はい、そういう時に秋広じゃあやばいとかってこうなるた時にさ、やっぱりゲームでコンってもうその打席2打席ぐらいのうちでコンってヒット打つのはもう練習量しかないの、
だからそれをね、秋広選手はもう、うん、やっぱ俺の技術的にはもう手が突っ張りすぎてる。去年はちょっと高い方に、うん、高くあってもこう距離がこう取っても肘はこう曲がってた感じ、うん、今ちょっと去年より伸びてんなっていうのが一つ技術は、うん、ところはあるんだけど実際やっぱりファームにいるってことが、はい、屈辱じゃなきゃダメなわけ。うん、もうファームなんかいたらやだ。だから阿部監督が二軍監督の時一時すごい非難されたの、はい、厳しすぎるっつって俺らにも見に入ってきたの、うん、でもそれって差別化してやんないと二軍にいたらもうやだこんなとこやだっていうために、うん、厳しくする監督もいて、おら、全然いいことだと思ってたんだけど、そう、アマチュアの子に、そうそう、アマチュアの子に負けたらさ、はい、プロに憧れなくなっちゃうじゃない。そうですね、練習試合でも、うん、で負けると罰走だとか、うん、俺もやらしたの。俺が正解とかじゃなくて、そのぐらいのやっぱり気持ちで、高め立ちとくってプロ意識を持たすっていう中に、うん、秋広選手もその筆頭だから、うん、まあ、期待感って誰にも持つんだけど、はい、ただそのあんだけボールを飛ばせるって人はもういないのよ、はい、まあ、日本人で。ジャイアンツの中に、なるほど、あの2軍にね、うん、だからなんとかそこで這い上がって、はい、自分を変えてやってもらいたいなっていうことで、秋広選手の、はい、まあ、性格、うん、今の技術、そして、将来みんなが期待している、我々プロが期待しているものもやっぱクリーンアップを打つっていう、うん、で、岡本選手がまあ噂、もちろん岡本選手と話してないけど、あの岡本和真という選手がメジャー行っちゃった時に秋広がいるよっていう、はい、いいような選手になってもらいたいから、はい、今日はその動画をちょっと上げさせてもらいましたので、はい、ぜひ皆さんも知った聞きで、はい、読売ランドの秋広がアウトになったら何やってんだぐらいのね、こんなとこいるとこじゃないかっていうような頑張ってほしいからこそです、ね、そう知ったしてね、はい、激励もしてもらって、はい、みんなでファンの方も含めてね、秋広を育てたいな、育ててもらいたいなと思って、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。